やみないどもラスクです。細胞新曲実況プレイ、やっていきたいと思います。はい、前回はまあオリジンベータに、ついに遭遇してまあ襲われたんですが、なんとかね駆けつけてくれた、磯井くんの活躍によってなんとか生き残ることができたといったところで、はい、で結局どうしたらいいの結局どうしたらいいの。とりあえず話聞くか、お伺いしてもいいですか。あ、リクさんはどういった経緯でこの組織に入信したのです。そうね、お伺いしなきゃまあデリケートな質問ではあったとは思うけどさ、つうか座って休んでたらどう、怪我人なんだろう、それとも磯井くんが信用なんねえのか。まあ今のところ信用はしてるけどね、なんだかんだで助けてくれたし、で今も現にね仲間助けに行ってくれてるし。おっと、あまりいい印象は持ってない感じ。そうね、現に恩あるからな。いい年した大人ですから、むやみに感情を爆発させたり吐き出したりしませんよ。能力が暴走したりしても困ります。最後の最後に自分を制するのは自分しかいません実感がね、実体験が元になってる話ですから説得力が違うよな。結局自分を制するのは自分なんだよ。何度暴走しそうになったことか。お前なんか ペプシみたいなペプシネックスみたいななんか飲んでるけど分けてくれよ。ペプシじゃないのこれ、どう見たパッケージペプシだと思うんだけど。おい、いやおめえ、おいお前勝手な行動取ってんだよお前なあ。心配どころの話じゃねえよ、おめえのせいでどんだけ俺やり直しさせられたと思ってんのセーブデータ上書きされてて前のデータがやり直したんだぞお前。そこんところお前ほんと肝に銘じとけ、お前どんだけやり直したと思ってんだよ。まあ、勝手にね死んだ扱いにしてたから俺はね死んだとは思ってなかったけど、ああそうね、ちょっとしんどいしんどいところの話じゃないんだよ、もう満身創痍なんだよ。もうちょっとなんかもうテーブルとかもうタンスの角に小指ぶつけたら死ぬレベルまで来てんだよこっちは。その松葉杖分けてくれもうおめえもう動かねえからいいだろ、っていうか動くな。何よ、深く追求する気はねえんだけど、結局どっちが本当の名前なの。あとあそうそうなんだよね、まあまあプレイヤーとしては分かってるつもりなんだけど、あとなんですよ。あれ話したっけ。ああ、まあ、そういうとこ頭は回るよねお前。そうお前さメンタルは回復してくれんだろうけどさ、侵食率と体力がねちょっと今のところやばいんで、どちらかというとそれ回復する手段が欲しいんだけど、こんなようなものじゃない。ほんとね。ポチって名前をつけるべき相手ではないよな。あ、終わり？なるほど。まあ、とりあえず話はできたからいいや。はい。じゃあ行きましょうか。え？なんで？なんで？どうしたらいい？どうしたらいい？なんかしらフラグ立てなきゃダメ？本が積んである。おー、
座っててくんねって言われてもね、ちょっと座るアクションもないし、犬か犬かあれ。宿主ね。でその宿主になってんのが誰かっていう話よな。あいつじゃなきゃいいけどね。誰だっけ、シナノ。しかもさ、なんかあいつ犬飼ってるとか言ってなかった、そういえば。あ、犬だっけ猫だっけ、なんかペット飼ってるみたいな話してなかったっけ。その辺も関係ありそうだけど、人にもなれる。だ、犬屋舎でいうとこうなんか殺生丸的な感じが。うん、そもそもコントロールできたりとかどうかも分かんねえよな。暴走してるだけかもしれないし。爆弾物騒だな。はあ、まあ確かにね。マジ？どこで使うの？マジ？それは予想だにしなかったけど。はあ、まあ裏で動いてたの分かったけど、マジか。ここだよね。ほう。もう藁にもすがる思いなんだろうな。その娘が助けられればそれでいいっていう、そういう信念のもと動いてんだろうな、この人は。ああ、邪魔するつもりはないよ。信用も一応だけど、俺はしてるし。希望かどうかは知らないけど。ああ、サポートはもちろんするつもりだし。まあ親だよな、そこは。うん、プロだよな、動きが。爆弾を作れっていう指示を出してる時点でただもんではねえけど、この間に何ができるかって話だな。本当だよ。なんならおめえよりは動けるわ。そうね。ちょ、体力2の状況じゃ、心も元ないってあれしねえか。29歳おっさん休みます。どうやって休むんだよ。休むっていう選択肢は、わかんない。本当信用だってできない。え、何急に。できなくなってる。これイベントだ。敵か味方か分かったもんじゃない。
応えも関係もしない冷たさ。それはでも俺も同じだ。どういうことどういうこと。ちょっと待って待って、どういうイベントが進行してんのかよくわかんない。本当は一人だけでも助かりたい。他人なんて、あ、仲間なんて赤の他人だ。なんか調べるとフラグが立つ。あ、そうだ、痛いのは嫌だ、怖いのは嫌だ、考えるのは嫌だ、責任は取りたくない。ちょっと待って、なんか BGM が不穏になってきてんだけど、どういうことどういうこと。なんで俺がこんな目に。これはお前の思考回路ってことでいいのか。シナノなんか追わなければ。話聞いとけばよかった。話聞いとけばよかった。ちょ。お、またこのパターンか。これは、はい。今留守にしてます。用事があるので後で話をしましょう。ミノル。あれ、教会？でも今のここじゃないよね。ここではないよな。おお、神に、使わされたお方よ。私のようなものがあなた様にお会いできるとは夢のよう。宇津木様もあなた様の尊さと偉大さ、そして限りない可能性を説いてくださった。あなた方がおられるなら世界は安泰だ。この世は永劫に我らが神の愛を知る。あなた様が生む黒と白の奇跡がその全てを証明することでしょう。黒と白というか、まあ、全身真っ黒なんだけどな。ああ申し訳ございません、地下研究室はただいまメンテナンス中です。もうなんか急な横文字入れてくんだ。原田様、誰だよ原田って。そこら中にいるだろう。俺のクラスにも2人いたわ原田、中学の時。出産。ん？原田様と磯井様が話してるのを見たの。あ、聞いたの。原田様ってほら幹部でも庶民でもないのでしょ。だから金を持っていらっしゃらないじゃない。だからね、4階に入る用事があったら国会室の絵の影、上から左と右、中央、そしてその下、そうおっしゃっていたのを聞いたのよ。何かの暗号だと思う。キーを、手に入れるための。やべえ、メモっときゃよかった。メモっときゃよかった、聞き流してた。やべえ、こいつ誰。先日のソ連の原発事故についてどうお考えでしょうか。それについてはともかくとして、我々も研究所の扱いに気をつけなものだなと心を戒めるばかりですね。そうね、後に研究等が爆破されますけど。え、これどうしたらいいの。どうすればフラグが立つというか話が進むんだ。これこっち、こっち行く感じ。あ、いけるね。原田様が生まれて来られる磯井様とのご子息の名前に悩んでおりました。あなた様にもご意見を伺いたいと、言っておられましたよ。そういえばこれさ、操作してんの誰なの。俺が今これ現在進行形で動かしてる。こいつあ、いなくなってる。まったくお前、入り口でペチャクチャ喋りやがって。もう邪魔なことこの上ねえよ。宇津木様、私耳にもあなた様の力をお分けください。奴らに神の裁きを与えるための力を、命を超える覚悟ができております。もう関係性が見えてこない。これが宇津木か。恥を知りなさい愚か者。
男なのか女なのかよくわかんないんだけど、この細胞は力を手に入れるためのものではありません。ましてや神の裁きなどと、なんと、不尊な発言ですか。無礼かわかんない、無礼ではねえな。いいですか、どんな理不尽なことがあり、それによってあなたが不当に傷ついたとしても、それはあなたの私情です。その人が人であるべくして備わる情なるものが悪しきものだと言っているわけではありません。それを神の裁きなどと、語ることが許されないところですよ。わかりますか。それから繰り返しますが、思考細胞は魔法の薬でも秘めたる武器でもない。我らが導きであり救済者、ハッソリ様が、神父より、たまばった希望、光、奇跡、すなわちこれは愚かな我ら人間のために神が可視化した愛の形なんです。今一度怒りを忘れ思い返しなさい。この世を動かすものは何か。我らが兄弟よ、友よ、隣人よ、答えられるでしょう。純白のバラ、おわす、神の愛。そうです、我らが授かった力はすべて愛の側面なのです。暴力的な解決に使って良いものではありません。しかしあなたの誤りは決して悪しき曇った心から出たものではないでしょう。ならば今一度神へ心を送りなさい。深く深く精神の奥で語り合い、彼の愛がいかに壮大で尊きものかを感じなさい。ああ、神は私の愚かな発言をお許しになるでしょうか。人は迷うもの、誤るもの、それが愛しむべき人間という生き物でありましょう。大事なのはその時に自戒し、正しき光を見つけようとし、また歩んでいけるかということです。宇杉様、私が見たところあなたはその心なき一見の所意で、3日ほど深く安定した眠りにつくことができていませんね。大丈夫、神の愛を享受すればあなたは必ず救われましょう。今はその気を確かにするためにも一度ゆっくり お眠りなさい。ちょっと読むの疲れてきたいいんだよそういうごたくわよ、早く話を進めてくれ。バリバリ聞いてたけどさ。聞いてたよ、よくなだめてくれたね。なだめたなら私も未熟です。少しばかり感情的になってしまいました。しかしあのような心では思考細胞を受け入れることなど到底できません。覚悟があるなら改めていただかないと。そうだね、だからこそ私は君や榎本夫妻、磯井司教をひときわ尊く、また心強い存在だと認識しているよ。光栄です。それにもうじき磯井司教と原田さんのご子息が生まれるとのことでしょう。ほう、それはとても素晴らしいことですよ。神からの、奇跡であるあなたの細胞を継いだホストたる存在の血を分ける新たな命、それは神の血を引くもの、あなたのことも同意義でありましょう。ああ、新たな転移点となってくれるならば、私は神の愛の意志から離れていないということだろう。ちょっとよくわかんないですね。こんにちは、なんか可愛らしい子が来た。こんにちは、榎本さん。そうか、榎本夫妻の、もうノアちゃん、あ、ノアさんは知っていてくれて嬉しいです。ハッソリ様、え、あれ、ちょっと待って、なんでお前ここにいるのなんでお前ここにいるの。熊崎ちゃんはどこ行ってたのっていうか、もしかしてこれこれもしかしてあれか、初撮り始めたっけ。
の意識みたいなのが乗り移ってる。なんとなくだけど、なんかもうなんか阿藤くんのもう一人のね、なんか存在みたいなのが見えてきた気がするけど、そうだよねなんでお前ここにいるんだよっていう。大丈夫か大丈夫じゃないかっていうとだいぶ大丈夫はないけど、そう、どこ行ったのよ今まで。ポチの気配がとってもすごくて、飲んだお水をトイレで吐いちゃったけど、あ、もしかして女子トイレずっといたのってもしかしてあなた、めっちゃガチャガチャやった気もあれがあるんだけど、記憶があるんだけど、大きな箱の裏とかトイレとか、トイレにはいたよね確実に。うん、まあ、とりあえず無事でね。それがどこどこ行ったのか分かんねえんだよ。すごい跳躍力だぞもう今阿藤くんの顔あたりまで飛んでたけど、とんでもない跳躍力してたけど、いなくなってるとかそういうのやめてね。感づかれてる正体、さっきのおじさん、まるで別の人みたいだったから別の人だと思うけど、私お姉さんおまわりさんはちょっとだけポチと同じなんです。おじさんにも同じものがあるんです。でもおじさんにはもう一つ違うのがあるって気がつきました。ああ、それなんかだいぶ序盤でも言ってたよね。なんかこの子と初めて喋った時あたりで、まだ磯井くんがその場にいるあたりでなんか話した記憶があるんだけど、お花の匂い、あれ違う、ぶどうのような味を思い出す匂い、どういう表現どういう表現、ファンタグレープを飲んだ時のような気分ってこと。あ、やばいやばいやばい阿藤くんがシャリンガーモードに入ってる。なんでもないっていうカボじゃないよな。そろそろ明らかになんのかね、この阿藤くんの症状というかね、この状況は。まあでも結構クライマックスに近づいてる感はあるけどね。実際どうなのか知らんけど、ん？何？まさか、え、そっち？おっきゃない。上階、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 上階。ちょっと待って。上のフロア、上のフロア。上のフロアの？大丈夫か、このまついてって。このゲームの今までの経験上、え？あれ、どっち行けばいいの？シナノ？シナノだよね。シナノだよな。いねえ、待って、罠じゃん、これ。罠じゃん。罠じゃねえかよ、これ。しかと、しとくしかなかった。え、上の階、上の階、上の階。
歌舞伎町のパリピ声がまた聞けたけど、いやーちょっと待ってよ、これはこれはいいの、これでこれでいいの、これ正規ルート絶対違う気がするんだけど、待って、あれかシナノ追いかけちゃったからそれで死亡フラグが立ったってこと、ちょっと待ってやり直す、ちょっとシナノ追わないあっち側に行かないっていうルートがあるのかどうかを確かめるためちょっと一旦カット入れます。よし行くぞ。もうシナのガンムシルートで行くから、もうガンムシもう一切見かけてもシカト、あ絶対罠だから、とりあえず、あ待って、上違う、こっちから行けなくね、あれ行けるか、あ罠ね、はいはい罠ね、分かってる、ま、あ流れ変わった、待ってこっちから行った方が良かったのか、それナチュラルに行き方変えたけど、君のその能力分かってる、信じていないわけじゃないんだ、何未来予知みたいな能力なの、よし、オッケー、違う、ここじゃない、大丈夫、間に合ってる、おっ、あぶな、よし、流れは変わった、おー今の俺のこの気持ちを表してる、ちょっと待って、よし、オッケー、熊崎ちゃん救われた、あとは柳さん、ちょっと今それどころじゃないの、それどころじゃないの、とりあえず生きてるけど、悪いな、ちょっと怪我人に構ってる暇はない、そろそろ奴と決着をつける時が来たようだな、大丈夫、草属性じゃないから、今度岩だから、ポケモンだったら岩タイプ、炎に強いから行ったるで、あと大ハテナになってるけど鍵が勝ってる、はぁ、どうしたらいいのこれ、こっちから行ける、ちょっと待って、ここ待って、どうしたらいいの、どこ行けばいいんだこれ、
扉に鍵が書いてある、スペアキー、分かってるけど、スペアキーってどこ、4階の鍵、隠された場所、あの部屋の位置は変わってない。あ、待って、あそこ、こっちじゃない、こっちじゃない、待って待って、どうやって行くんだっけ、どうやって行くんだっけ、落ち着け、俺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 落ち着け、落ち着け、ね、こうじゃん、こうじゃん、あそこだ、あそこ、よっしゃ、開いてる、どこ、絵の影、で、なんかさ、そう、俺やり直してるときに、そう、メモってきたの、しれっと。押した場所、およびその上下左右で隣接した場所のランプの。ね、待って。左、上から、左上、1番。で、違う、間違えた、待って、リセット取れ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 、リセット、あ、0か。ゼロでリセットで、上だから79、これで上行って、で5番とその下だから2番だ、よし、 OK、 もっといてよかった、どうせやり直ししとくんだったらメモっとこうって思ってやっといたんだけど、そのこのティッシュの裏にメモっといたのが功を奏した、よし、でだ、急げ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 、最短ルートで、もう最短ルートがどう最短なのか分かんないけど、とりあえずこのルートで、待って待って待って、おパニックるな、パニックるな、いい加減構造覚えろ、いい加減構造覚えろ、ちょ、さすがにアホすぎやしないか、俺さすがにアホすぎアホすぎるよ、アホすぎるよ、時間かけすぎだよ、よし行くぞ、でどこ、こういう時は大体奥の方っていう相場が決まってる、こういう時は大体奥の方って相場が決まってる、よし、ここじゃないここじゃない、騙された、突入、さあどうだ、上下右、上下右、上下、ん違う、上下、メモろメモろ、なんか時間止まってるみたいだから、時間時間止まってるみたいだから、一旦落ち着こう、はい、上下、これ大丈夫、大丈夫だよね、時間止まってるよね、上下右上左、よし、これ見ながら行くぞ、これ見ながら行くぞ、これ見ながら行くぞ、よし、行くよ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 、よし、かっこいい、まあまあまあ能力、異能能力バトルについてはこっちたらもうプロに近い領域に達してる、非常に納得すればこっちに取り込めねえかな、ヘビちゃん、なるほど、先ほどの襲撃については俺の自作自演かベータとの共闘によるかく乱だとおっしゃるわけですか、それだけじゃない、さっきも言ったがお前にはその他に不自然な点が多々ある、リーダーの亀より断罪の方の与えられし思考生命体のホストたる俺が貴様に説明してやる、脳ガキは投げんだよ、そもそも思考細胞とはいかなるものか、少しぐらい可能かな話を聞いているな、うん、その辺の説明俺は一切覚えてないんで、多分説明しててもあまり頭に残ってないと思うんだけど、万能細胞って体のどんな細胞にもなることができる細胞でしたっけ、うん、
数値は悪くないな。万能細胞に類似した機能を持っていることは間違いない。なんか思考細胞と万能細胞は違う。思考細胞は我らが思考点研究所の、階層、アストルス様にのみ神から与えられたものだ。思考細胞は宿主、つまり本体の意思を敏感かつ率直に読み取り、その内容の実現を行うために体を作り変える。結果的に強大な力を得ることになるが、思考細胞の負荷に耐えられない宿主は逆に細胞に蝕まれてしまう。もうこれ話してる間に能力でぶっ飛ばせばいいのに。いいか、お前たちは一国の王であるとする。農業をする者、商売をする者、国を守る者など様々なものに支えられている。そこに突然我々は未来人だと名乗る不思議な集団がやってきた。なるほど、言う通り彼らの文明はどうやらお前らの国のものよりずっとずっと高度で強力で実用的である。いや、ところが彼らは言う。国王様、私たちはあなたの命令通りにこの国を動かしてみせましょうと。試しに、では農家の手伝いをしてくれと命令した。彼らは農家になりきり素晴らしい働きを見せた。今度は壊れた橋を直してくれという。同じように彼らは元の橋をそっくりにしてみせた。なんかちょいちょい最近こう中途半端なところで動画が終わるっていうことがね多発してると思うんですけど、すいません、全てこちらの責任なんですが、はい、まあね、あたかも前回からこうため撮りでね、やってるかのように、始まったこの細胞新曲実況なんですけど、実はね前回動画が終わってからこのゲームを起動したままでパソコンをわずか1週間、放置して今まさに、実況再開したっていう、まあ、なんと言ったらいいかちょっとよくわかんないですけど、まあ、とりあえずそんな感じでやってきます。はい、なのでちょっとね前回のため撮りのつもりで見てると、いやいや俺の記憶がちょっと鮮明じゃない部分っていうのがね出てくると思うんで、その辺は、はい、ご愛嬌というか、まあ、いつものことってことで、はい、スルーしていただければなと思います。思考細胞とは、そういうものだ。一瞬の命令を見逃さない、最も宿主、つまり国王がもっと強い力で従えてればベスト。うん、相変わらず何話してるか全然わからないっていう。そう、うん、柳さんがヘビちゃんに誘拐されて、それをアトくんが助けに来たっていう、まあその流れはわかるんだけど、一体どういう会話をしてたかっていうのがちょっとよくわかんないんだけど、わかるかな、説明的や。その逆、つまり国王が不甲斐ない場合、未来人たちの暴走が始まると。そんな話してた。そんな話してた前回。本当に覚えてないんだよ。そうだな、未来人たちにとって国王が取りに足らないものだと分かった場合、彼らは従うべき主君を失い暴走する。家を壊し、民を殺し、国王の権限を奪う。ああ、まあ、じゃ壊すだけ壊して去っていくって感じね。台風のように暴れるだけ暴れて去っていくっていう。なるほど、まあ、ただ去っていくんじゃなくて辺りをめちゃくちゃにしてぶっ壊して。中には国王の遺言を聞く未来人もいる。国王が最後に残した憎悪、恐怖、孤独、闘争願望。確かさ、細胞の説明をしてたんだよね。こう思考細胞がどういうものなのかっていうのをちょっとなんか改めてこうヘビちゃんが解説してくれてるみたいな。ああ、まあ要するに今暴れてるクリーチャーみんな失敗作ってことなんだよな。ドール、まあなんかそんな感じの名前だったよね。ホストとは細胞に認められたもののことだ。なるほど、まあ、つまりここにいる人間はみんなホストってことか。すなわち的確な命令と意思を持って未来人たちを使いこなしている国王のこと。それを2つ使いこなし、アトー君って何者なんだよって話なんだけど、まあ、なんかアトー君の中の人みたいな、もう一人の人格者みたいなの話はなんか前回あたりでなんかちょいちょい出てきたと思うけど、まあ、結局明確にはなってないって感じだよな。うん、いやいや、そんなはずないだろう。なんやかんやで使いこなせてるよ俺とかね、アトー君。上に我らは組織幹部、司教会として機能している。はあ、まあ、そう、いわゆるあれね、その選ばれた人間にしかその幹部にすらなれないと。実力主義の縦社会って感じで、現在細胞の供給源は大きく分けて3つ。保存された初代オリジン、ハストリ様のもの、オリジンベータから採取し保管したもの、そして俺たちホストから摘出したもの。ああ、
ああ、亡くなられてんだっけ。まあでもなんかその、初鳥作る様、始め様だっけ、なんだっけ が、なんかさ、そう、なんか回想的な感じで、ちょいちょいこのアトー君の記憶の断片として現れるんだけど、なんだろうね。なんか俺が今考えてる、まあ可能性としては、このアトー君に、その初鳥始めたっけ まあなんかその、この教会の、元一番偉かったあいつが、何らかの形でなんか取り付いてるというか、まあ、細胞を介してなのか、はたまたなんか人格が、ね、乗り移ってるのか、まあ、なんかどういう形なのか知らないけど、まあ、何らかの形でこのアトー君についてるっていうのは、まあなんとなく分かってきてるんだけど、まあ、こんだけ言って全部間違ってたらマジウケるけどな。まあ、多分どれかしら合ってると思うんだけどね。そう、結局んとこそこに行き着くんだよね。お前らは何がしたいのっていう。まあなんか私利私欲のためっていうわけでもなさそうだしね。使いようによっちゃ本当にこう神のようになることもできなくはなきゃ。始皇帝の存在を描いた新曲の作者 これさ、予備知識としてやっぱ持っといた方がこのゲームって楽しめるのかね。なんかダンテの新曲がどうのこうのとか、なんかちょいちょい出てくるけどさ、俺その辺の知識がもうほんと皆無なんで、わかんないんだけど。今この汚れた、汚れた世界に奇跡の存在たる初鳥様が使わされたのは神の啓示だ。愚かな人間に与えられた最後の愛だ。なんかまあ、うさんくさくなってきたね。その辺のことよくわかんないから。汚れる前にどうするんだ？なんだなんだ、自分語り始まりますか？もうツイッター見みたいな、もう YouTube のコメント欄みたいな感じで、もう隙あらば自分語りが始まるのか、ワンピースのクソ長え過去編が始まるのか。もう正直言っちゃうと、てめえの過去なんて知ったこっちゃねえんだ。とりあえずおとなしくそのね、柳さんを介してお前をボコせば、まあ、現在のとこ万事解決するから。そう、ベラベラ喋ってる暇あったら助けられると思うんだけどな でもアニメとかでもありがちだけどさ、なんか敵がベラベラ喋ってる隙に不意打ちで攻撃できると思うんだよね。もうなんであの時に攻撃をしないのかって俺いつも不思議に思うんだけどさ。まあ間違ってるよ どういうことなのか知らんけど、こんなうさんくせえね、この宗教にハマってる時点でおめえは間違ってる。それだけは言える。100%言える。何奪われたんだよ。そう、俺は幼稚でバカだった 現在進行形でバカだと思うけどな。優しさも正義も汚れ切った空気で満ちた。この世界では何の説得力も持たない。ああ、もうダメだ もうオウム真理教にはまってる、もう信者みたいになってるよ、もう。ゴタクはいいんだよ。もうとりあえずこっちはもう、戦いを求め、闘争を求めてんだよ。結局のところ、おめえと戦いてんだよ。おとなしく返す気なんてないんだろ？能力同士のバトルとしゃれ込もうじゃないの。細胞がうずいてるぜ。いいんだよ、おめえの話なんて。いいんだよ。なぜ部下の二人まで殺したんです？威力の高いものでありますが、銃殺のようですね。
あなたのご自慢の炎ではなく。まあどういう人間なのか知らんけどさ、おめえの上司が。いや、だったらおめえが殺されればいいだけの話じゃないの。 うん、しもじもの部下の責任を負うのは上司の仕事よ。お前らのそのくせえ三文芝居いつまで続くんだ。俺はあなたにどんなきっかけがあったのか、そして柳さんとの間にどのような経緯があったのか知りません。ただあなたが、俺や他のメンバーはともかく柳さんの身だけでも必死に守ろうとしていたことは知っていますよ。だけど親玉の宇津木が到着すればその事態をどう収拾するかわからない。自分が始末された後、柳さんに何をされるのか不安なのでしょう。そして他に目撃者がいて不都合な真実が知られても困る。アトークはいつからなんかこの、ね、探偵気取りのなんか頭脳派キャラになったのか。 元からなんかそういう系のキャラだったっけ。ちょいちょいなんか、なんだもうな中中の もう一人の人格者の影響なのか知らんけど、ならばいっそのこと自らの手で全て始末してしまおうと思った。だから焼かずに撃ち殺した。おそらく柳さんに対してもそうなるつもりだったんでしょうね。あなたはあなた自身、その炎で人を殺すことが断罪ではなく惨殺だと知っている。悪になりきれてませんね。ほほほ。能力がちゃんと使えるのか？虫歯まで始めてんじゃないのか、お前も。自分の炎で自分を焼かすことになるぞ。戦うでしょ、結局。ちょっと待って、1番と2番にちょっと手を添えて、方向キー、エンターはいいかな。彼を止める。はい。まあ、およそ俺が今懸念してるのは これもし敗北した場合ね、長ったらしい会話をもう一回見なきゃいけないっていう、それを一番懸念してるんで、もう一発で決めますよ。5択はいい。とりあえず閉め、なんとか、シフトキーね。はいはい。ヘビっすか？ヘビ、ちょ 結局読み方わかんない。まあいいや。はい、ヘビちゃんの攻撃をしのぎ切ってください。ガードの発動に失敗すると攻撃を受けます。自分自身のガードに加えて柳のガードも展開する場合は上記画像表示中にシフトキーを押します。どういうこと？待て、ガードの発動、とりあえずガードはシフトキーで出せんのね。はいはい、なるほど。あ、あ、あ、ちょっと、なに、ちょっと待って。なるほど、制限時間付きか。制限時間付きで、あー、今のボタン入力しろってことか。うわー、ちょっと待って、一番苦手なタイプじゃん、しかも。シフトキー押せて、ところすらいけなかったっていう。ここからか。はあ、マジか。もう勘弁してくれよ、本当に。本 当さ、ちょっと待って、ここじゃない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 、ちょっと待って。 時間かかっちゃう。忘れてる、完全に忘れてる。
やなんか端っこの部屋だよね、端っこの部屋だよね、端っこの部屋なら覚えてんだけど、右端らへんじゃなかった、なんかそう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 、なんかこんな感じの、ちょっと待って、なんかせめて直前セーブぐらいさせてほしいな。うわ待って、覚えてない覚えてない前回のメモどこ行った、俺前回のメモどこだった、何だっけ、7どこだっけ、7番7529だっけ、7529だっけ、7、俺にもやってやるよ、7529、おっしょ、覚えてる覚えてるよ、ここは覚えてる、オッケー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 、しゃオッケー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 、もう喋ってる暇ねえよ、もう行くぞ行くぞ行くぞ、ちょっとさ、あのボタン入力の画面の前にさ、ちょっと一発セーブ入れるところ入れてほしいよね、これちょっとね、さすがに、なんだここまで来た強者ならなんとかなるだろうっていう、ゲーム側からのなんか謎の信頼というか、逆にその信頼がプレッシャーとなってるんだけど、ちょっと待ってよ、またあいつらの話聞かなきゃいけないの、突入だよもう、勝ち込みじゃこの野郎は。でも逆に遅かったから、柳さん死んでるパターン見るのもありかもしれない。あ、ダメか、下下横横下、ああ、なかなか面倒なことやらせてくれるじゃねえか、本当にこれ聞かなきゃダメ、もう次死んだからなんかスキップ機能が発動してるみたいな、なんかそういうのない、ノベルゲー的なさ、なんかね、既読スキップみたいなの欲しいんだけど、もう既読だ よ読んだよ、いや、なんか例え話は未来人と王国の例え話いいからさ、はい、もうカットです、はい、まあおそらく作者さん的にはこんなところで死ぬっていうことを想定されてないっていう、さすがにここじゃ死なねえだろっていうところで俺が死ぬっていうね、ちょっと大変情けないところをね見せたと思うんですけども、さすがにちょっと決めるんで、まあおそらくこれ1回じゃないと思うんだよね、おそらく3回5回ぐらいはやると思うんだよ、4回とか中途半端な回数じゃないと思うんだよ、3回5回ぐらいやると思うから、ちょっとシフトキーと矢印キーね全て添えて、はい、行きます、来い来い、はいはいはい、ちょっとほんとやだほんとやだ、待って下手くそすぎない、下手くそすぎない、ちょっとなんか自分にイラ立ってくるんだけど、ほんとに待って待って待って、だパターン変わってないよね、覚えゲーだよね、覚えゲーっていうか、まあ初見でクリアできるようになってんだよな普通は多分普通の人は初見でいけるんだよな、それを2回目でもクリアできないっていう、ちょっと完全なプレイヤースキルが追いついてないっていうのはちょっと本当に露呈しちゃったと思うんだけど、待って本当にやるしかねえ。